天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。まず答えてたから遅くなったとかではないもんね。答えてたから遅くなった。あ、水をごくやないんですよ。ね。まあ見たいかみんなもな。水とか。ああいいですね。アクエリアスじゃないですよねこれね。違いますよ。水道水。ぬるい水道水ですよ、ね。はい。大丈夫ですか。ね。あ、日本っていいよね。こうやって飲めるの。飲めるんだからね。水がクリアですからね。これダイソーなんすごない。せやねん、ダイソー飲めたか。ほんまに。可愛いデザインでね。あのますみさんね、うん、自分のね、うん、まあ、この得意不得意があるじゃないですか。ある。で、一個もほんま努力なしで、うん、得意にしてあげるよって言われたら、だからその何事もさ頑張りゃ、はい、得意になる可能性秘めてますやんか。ね、うん、それをもう無条件で一個だけやったら、はいはい、このギュンってアップ、めったトップレベルまでアップさせてあげるよって言われたら何にしますか？得意にしてあげるってこと？得意とか、まあ能力やな。うわ、悩むな。私はショートスリープにしてほしい。わ、めっちゃいいやん。やろ。そしたら時間、できることできる時間がめちゃくちゃ伸びるやん。めっちゃ伸びる。私はね、やっぱほんま8時間寝んとしんどいからな。だからあれはほんまに訓練でどうにかなるっちゅうもんでもないしな、正直。そうやねん、そうやねん。そうやねん。なん。やし、それで命身近なんやったらちょっと話変わってくるんだけど。うん、結局その前借り。はいはい、はい。やったらそうやけど、ショートスリーパー、ね、ショートスリーパーの人って割とダメか。なんかあんまり命流しないイメージないな。いや、そう、恋せよ乙女の髪の子みたいな、それ。命短し。短しの。いや、それまあまあ、それやったらちょっと話変わってくるんですけど、まず思いつくのはそれなんですよ。もうなんか努力でどうにもならんから。私もうそうなろうって努力したことあるもん、ショートスリーパーね、うん、でなんかその作れるみたいな、ショートスリープは作れるみたいなさ、可愛いは作れる、そうそうそう、あるやん、うん、たまにそういう本とか、はいはいはい、なんかこういうリズムで生活してたらいけるようになりますとか、うんうんうん、でもそれは無理やからな。なるほどな。私ね、まず1個目はそれやな。マジで2個悩んでるんですよ。あ、2択で、うん、はい、まず1個は、はい、もうまず1個はじゃなくて、ほんと連動してない。まず1個は、まず1個はいや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 、写真を撮られそうになってんって分かりますよ。誰か撮ってなかった。誰も撮ってなかったね。まずじゃあ光を、危ないよ、マスミさん。捻挫した。捻挫する、光を出して捻挫するようではね。まずほんま私の不得意なお片付け。え、韓国でしょ。じゃないですよね。お片付けをむっちゃ得意になりたいです。はい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 。もうやっぱりあれは得意不得意というかありますよね。いや、あれよ、うん、やっぱ帰ってきた時にその片付け、たまにね片付けるんですけど、うんうん、やっぱ自分のことを褒めたくなるもんね。でもそんなことって年間に1回ぐらいしかないね、マジで。まあそうやな、1回あるかないかやな、うん、でもこのもうさ、家が片付いてる時って家に帰る前から楽しい気持ちだよな。ああ、今頃私の家は整理整頓されてるんだって。そうやね。何嬉しいね。何かしたのかなってなんで家で。そう。やる気出る。ほんまに。帰ろうって。料理するのもそうやしさ、うん、ちょっとヨガでもしたろかなとかさ。あ、だから あるからね、スペースが。そう。はい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 。天井から曲流して。いや、好きやろ、それ。ハワイの曲流して、ルンルン気分でクリーム塗ったろかなとかね。言われた。あなたが言ってるから知ってるのよ。まあそういうことをね、しようとする時もあるわけ。はい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 。まあそれで、こう自己肯定感を、はい、ぐび上げするか。だから、どっちか言ったら、片付けする能力はあるじゃないですか、別に。だからその、片付け、綺麗じゃないと耐えられないという感覚をゲットしたらいいと思うんですよ。なるほどな。多分あの人たちは、綺麗じゃないと、うん、もう嫌だって思えるやん、はい、でも綺麗じゃなくてもいいやって思っちゃうやん、私らは、うん、だから綺麗じゃなくちゃ嫌だと思えるその心、はい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 、センス、うん、性格、それですよね。でもその性格をさ取り入れたら他のこともすごい気になる人なんやろなって思うね。まあそうですよね。片付け以外のこともだからそれだけをゲットできんやったらそれが別だな。しかも自分のことだけな。はいはいはい。人のことは別に何も、あ、人のこと言い出したらまた生きにくいもんな。そうやね、もう、うん、ああもう許されへんねん、あれされんのとか、はいはいはい、なってくるやん、大体は。なってくる。でなんか結構気難しいイメージがついちゃったりとか、うん、なんかしちゃったりして、なんてことだったりしてさ。あと私ね、一個憧れるのはね、うんうん、私すっごい走るの苦手なんですよ。はあ。で
なんか最近インスタグラムとかのリールかな、はい、かなんかで別に陸上選手じゃない陸上選手なのかな分からへんねんけど女性が普通もピタッとしたスパッツ履いてランニングみたいなの着て全力ダッシュでこう街をブワーって走ってるえご迷惑ちゃう大丈夫なのなんかそのやばい感じではないあ例えば海沿いのなんか道路はあ、なんかその人気ないところ歩道みたいなへえ。いいね、めっちゃ全力でめっちゃ気持ちよさそうやし、うんうん、なんか脳みその全てがなんか解放される気がするね、はいはいはい、全部こう嫌なこととかもパーンって飛ぶやろし、うん、だからマッサンが見たことないスピードで景色が通り過ぎていくわけもんなで思うように体の隅々まで動くことだけど全部思うように動いてんねん何にもうまくいってるもんな何にもうまく膝も上がらへんし、うん、足回転もせえへんし足が前にも進まへんし、かかとから地面にもつかへんし、もうな、足と足でつまずくし、そうやな、うまくいかんよな。あれ見ててな、なんかほんまに、あれは気持ちいいでしょうね、それは思うわ。せやねん。ほんでなんかさ、あの、見ててわかる、この、あ、こうスピードに乗ったという、そう。加速してる時とこうスピードに乗った、あの、かっこよさ、気持ちよさそうさ。人間やのに、うん、パカラッ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 って聞こえるぐらいの感じ。はいはい馬のこれかのようなね。うん、じゃあこうわあいいなーと思うなあれ見て。憧れてインスタでいいなーって見てんの。いいなーって見て。ええなー。だからマスミを見かけて携帯見てこうしてたらもうそれ見てんのよ。もうダッシュの。ええなーって。もうフォームも綺麗やし。これね。たたたたた。はあ。って言ってんだけどなんかしんどそうじゃないの終わったから。はい気持ちいいな。そう。うん。なんか夜明けの道路とか。うん。まあ、歩道みたいな。それはやっぱじゃあ長距離じゃなくて短距離なんですね。割と短距離やな。ますみさんのこの憧れは。そう。でも、そんなめっちゃ短でもない。結構。あ、だからもう気済むまで駆け抜けるって感じね。多分4、500メートル走ってんじゃないかな。へぇ感じ。いいですね。あれがむちゃくちゃ憧れんねん。それはええわ。綺麗に走れたこともないし、しんどいとしか思ったことがないし。うん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 、ただでもその走った後の爽快感ってはなんとなく想像できるから。はい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 。脳の状態だけね。そう。はい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 、はい。そういう人に限ってスパッツとお腹に間あんねん。スパッツってさ、間ないもんやん。スパッツって間がないからスパッツですよ、ね。やろ、うん、スパッツに間あんねん。ええー、どういう意味って感じ。何がそれっていう。これ何なんっていうね。あ、それいいですね。あれめっちゃ憧れてます。え、あれは食べても太らへんわ。うわおるやん。いいな。それめっちゃええで。あれ言えんで。いや、なんか食べても太らへんからって。言いたいわ、あれ。でもな、ちょっと心配なんねんな、それもそれで。そうやな。でもさ、うん、自分がそうやったら別にええやん。まあ、そうか。別にその、自分が制御すりゃいいし。うん、やし、言ったら。まあ、その体験は欲しいな。あれ、あの能力はめちゃくちゃ羨ましいな。うん、やし、その、食べても太らへんというところにもすごく羨ましいけど、うん、いっぱい食べれるという。はい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 。ただその、不甲斐ないで、いつも。自分が。なんで、こんなにお腹空いてんのに、うん、食べられへんのやろ。そう。注文するときはな、大盛り頼んで。うん。もう、並盛りぐらいの量でお腹いっぱいになって何してんねんって思うな。そう。ほんまに自分のことが嫌になるよな。その大盛りに、腹減って大盛りにした自分のことが。ヒゲするよな。うん。あ、ヒゲ？え？ヒゲする？マジヒゲ？わかるわかるわかる。懐かしの、うん、ヒゲダンスを見させていただきました。あれ羨ましいな。なんかその。オフィシャルヒゲダンサー。うわあなたのオフィシャルヒゲダンサー。あ、じゃあ、あなたの2000と言ってよ。なんで私も絡めてくんだよ、それ。いいよ、あれは。なんかその、大食いの YouTuber の方のチャンネル見てたら、うん、まず、うわ、こんな食べて、例えば、モエアズさんとか、ロシア佐藤さんとか、うん、こんな食べて細いんや、はい、というとこもあるし、あんだけ飲んで帰ってきて、うん、こんなでっかい丼にラーメン3人前と、うわ米の上に明太子ドーンとかして、はい、食べて、うん、うまーみたいな。うわー羨ましいな。いや、そやなー。一回はその経験してみたいな。そう。それはもうさ、自分の努力でどうしようもない、うん。才能やな。うん。あれ羨ましいな。あとあれやわ。やっぱりめっちゃ羨ましいなって思うの。うん、あの、美術のセンスある人。絵、うん、のセンス。あれを努力なしでゲットできた最高やな。そう。絵かけて。やっぱ、ムームー大陸のおしるこちゃんいるじゃないですか、うん、あの子やっぱいろんなジャンルの絵描けるし、せやな、やっぱりセンスあるから、うん、なんかメイクとか服装とかもかわいいな、かわいいし、あのアクセサリーも作って、せやな、かわいいな、あれはやっぱりもう
すぐにパッと見て分かる才能やし、うん、めっちゃ褒められるやん。そうやな、人を喜ばせられるもんね。まずうわーすごいってな。確かにな、あれは自分もこう高揚すると思うね、絵の描けたら、うん、うん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 、いいね。そう、絵のセンス、絵のセンス、美術のセンス、あとまあやっぱ記憶力。いやこれもまあちょっとでも違法ちゃう。いや私は必死やで、もう覚えるためにやってるって感じ。そのメモや、うん、だからそのメモの、まずメモの本を読んだわけ。え、メモを、メモを取るための本があるんですよ、うん、こういう風にメモを取るとかっていう本を読んで、うん、あの人おったでしょ、前田さんやったっけな、メモの魔法みたい、魔術みたいな、わからへんっていう本があって、うん、でそこになんか忘れるためにメモるんですみたいな。だから脳の容量を、なるほど、そう、はい、開けるために、そうで思い出せるように書いておいて、うん、魔法のメモとか、メモの魔法、うん、忘れるために書くんです。でそれで、なるほど、ね、脳に新しい情報を入れる。だからもうハードディスクみたいな感じの、そうそうそう、だからそれをやってるだけで、なんかその地頭の記憶力ってもっといい人もおるじゃないですか、はいはいはい、もっとこうなんていうの、才能的に覚えれる人、うんうん、あれは羨ましい。だからその 3.14 の先ブワッと覚えてる人とかさ、あの 年代、歴史の年号、はい、将軍とかな、そうそうそう、うん、あんな羨ましいし、あと暗算とかも、うん、めっちゃええ、あれも言ったら記憶も入ってるじゃないですか。確かにね、暗算早いのかっこええやん。それで言うたら、はい、私は海馬が大きいんで、うん、ポテンシャルある。違う違う違う、その人間ドックでね出た海馬がでかいというのだけのために今生きてるけど、海馬が大きいんで、私はもう今ますみさんをね楽屋で何で攻めても、いやでも私は海馬が大きいから今ちょっと噛んだとしても海馬がまずでかいから、うん、そう、海馬がでかいから記憶を司ってるからね、偉いねあなたは位が上やねんね。そうね、皆さんも海馬のでかさを調べてみては。おやすみチャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？